ビールの顔ぐらいの大きさのね。なんかこれとかさ、どう？はい、じゃあ今クラッカーですね。今準備だけね、みんなここ。あれはこっちでね。みなさん、こんにちは。てってれーとてとてとってて、てってれーとてとてとってて。私は今、ゆすけのサプライズをしたいと思います。1月7日、はい、当日ですね。当日、当日にサプライズ来てるの奇跡ですね。そうですね。普通は1ヶ月あたたかさ、いつ来るか分かんないですよね。絶対びっくり、ゆすけ。先はもうなんか買い物動画、はい、おじめとか作ったから、皆さんも先にそれを見てくださいね。 OK。 はい、僕たちは今ドンキーですね。はい、ドンキーでプレゼントやつ買っていきたいと思います。はい、 OK。 ビールの顔ぐらいの大きさのね、これこれいいね。これかわいいよ。これ全然あれだ。じゃあ俺これでやる。なんかユスケの出産サイズは27.5。 まあこれいいよね。それに絶対入ると思う。 OK。 絶対嬉しいよね、ユスケ。これドンキで揃えるか。これいいね。そうね、エコバッグ。エコバッグドンキコーデじゃん。上からドンキ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 。絶対おもろい、絶対おもろい。エコバッグもいいね。いいね。それ違う違う、それただの可愛い子だから。またあるやん。あった。スリーパー。家の中用のね。ありありあり。あったかい。これ外用。これ中用。中いいんじゃない？いいんじゃない？またあったぞ。そこ。え？あ、いないいないいない。あれあれ。いいねいいねいいね。いいじゃん。収納あるやん。これは何？ラップサック。これあのジムとかに。ああね。こう持ってって。いいね。そう。最近ジム出るから。そうね。いや、そういうか。今月ジム来たら。なんかこれとかさ、どう？あ、あ、落としてる。なんか最近、なんか最近女の子になってユースケの動画上げてたよ。そうだね。確かに。これとか。お、いいね、ユースケ。めっちゃ似合う、これ。絶対似合う。絶対に。あ、やだわ、やだわ。何？多分吐くわ。ゴールドバージョンもあるし。いいんじゃない？めっちゃある。かわいいわ。かわいい。じゃあトミーロー、Tシャツ？あ、大きめの L でいこう。ナイス。それいいね。これいいね、これ。そう。いいね。なんかユスケの家にこれがないからね。そうだね。なんか人形がないから。そう、寂しい。あいつでっかい家に一人で寂しいから。そうだね。じゃあ四つ分？いやいや。お前が四つ買うって言うならいい。一個でいいよ。一個でいいよ。オッケー。と思うよ。これで。ユスケ。いいね。これは絶対欲しいと思う。そうそう、絶対これ。これは便利だと思う、めちゃくちゃ。オッケー。じゃあ、あとはるき。どうしようかな。これかな、やっぱり。いや、でもスリッパか。いや、めちゃくちゃ。冬寒いからね。そうだね、冬寒いから。そうだね。一軒家だと冷えちゃうから。足。寒くなる。そうだね。いいね。いいね。いるかな。マジマジでみんなやばい。ぶっちぎりでこれいらん。あいつの家ドンキホーテになるよ。いいねいいね。どういう反応するかな。多分最初1個あげて、ああ寝たねみたいな。で2個目あげて、あまだね。ありえない。こん中にさ。詰めて入れたいんだけど。いいねいいね。確かにいいねいいね。最高ですね。まあハンディでいいんじゃないですか。ハンディファン。はい。最近暑いからね。そうね。これ文字現れんの。そう。いらない機能。宣伝できるよ。セベスティ。セベスティ。まさか。じゃあそうしよう。まさか。オッケー。オッケー。これ絶対嬉しいだよね。いや本当に嬉しい。嬉しいと思う。めちゃめちゃ嬉しい。俺だったら泣いて喜ぶよ。これ嬉しすぎて嬉しすぎてないと。じゃあ次ケーキ買うか。はい、次はねケーキを買いたいと思います。もう俺全部食べるから。俺も食べたい。ユースケの分ないから。じゃあユースケの分はないね。俺とハムだけ全部食べたい。
デブになっちゃうダイエットしてるのに行きましょう。はい、こっちお願いします。チョコレートケーキ、うまそう。なんか今回のサプライズは絶対最高だよね。絶対気づいてない。そう、なんかハムはもう今朝一緒に行ったんだけど、もう帰ったよね。そう、もう家帰ったと思ってるから。あ、もっとなんでおるんみたいな感じ。あ、そうそうそう。 OK、ナイス。ブルーサービスティ、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、家に帰りました。これから準備ね。はい、もうそろ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 ユスケ来るから、プランとしては、まあ、ユスケはここにその忘れ防止の服なんか取りに来て、でその時にサプライズ。僕たちはこっちに隠れてます。そうだね。オッケー、セベスティー。いいな、セベスティー。オッケー。はい、じゃあ今クラッカーですね。クラッカーを今準備してますね。オッケー、クラッカー、クラッカー、クラッカー。で、ちゃんとプレゼントの準備が全部。あ、プレゼントです。はい、準備できます。そう、クリップ、クリップ、プレートある、プレート、プレートある、紙の、紙の、紙の、紙じゃない、紙がない、紙がない、ナイス。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。準備だけね、みんなここ。俺はこっちでね。Okay guys, jadi mereka di sana, aku di sini, nanti Yusuke datang ke sini. Terus kita bakal surprisein. Okay, kameranya aku taruh sini. Harusnya nggak kelihatan sama Yusuke. Soalnya ini kamera satu lagi, ya. Jadi emang aku sering taruh sini kameranya, oke? Okay? Jangan teh. Konnichiwa.暑いね。これ。いや、めっちゃちゃんとしてるやん。なんか一個はなんか忘れ防止の T シャツと、一個はなんかそのボーナス。めっちゃちゃんとしてるの。そうそうそう。いやー、卒論ね、中間発表終わった。ありがとうございます。俺のカバンだ。これはタスコやばすぎる。ああ、そう。はい、はい、変わろう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 。わあ、マジ鈍感。マジか。全く分からんな。鈍感すぎるだろ。どうユスケ、絶対びっくりでしょ。いや、全然気づかない。そうでしょ。100負けとかない。ビッグパこれ鈍感すぎる、マジで。中間発表終わった。なんか言ってんな。くせえな、これ。いや、マジでやばいよ。めちゃめちゃ生くせえな。そうか、お前クリーム初か。初クリームか。なんか去年のはトリップのやつだよね。あ、そうだから。で、なんかクリームはあんまりなかった。その敵からの俺だけ、俺のカバンみたいな。マジで鳥の船で。マジで鳥に。これどうしよう、これ早く掃除しないと。洗ったら
らいけるんちゃうね。あ、でも取れるかも。これなんかも選択したらいい。てか、取れても匂いがね。そうだね。はい、頑張ってください。うわー、これね、それだいぶ時間かかるよ。いや、もう終わり。あ、終わった、うん、顔のぬめぬめもなくなった。うん、オッケー。元気お願いします。お願いします。 Happy birthday ゆうすけ。 Happy birthday ゆうすけ。 Happy birthday dear ゆうすけ。 Happy birthday to you。 またタスクが増えて、見てください。よく読んで。ハッピーバースデー、セベスティン。ハッピーバースデー、セベスティン。ありがとうございます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 。そういえば、なんでお近いないですか？お近は今福岡ですね。で、明日俺、トモヒロとユスケは福岡に行きます。じゃあまあ旅行中とか暑いと思うんで。プレゼント、はい、プレゼントですね。めっちゃいいやん。そう、マジしかあの文字出てくるタイプ。そうそう、セメスティでいいよ。めっちゃ恥ずかしいやつ。セメスティでハッシュタグセメスティで。そうそうそう。でもまあ1個だけだったらさすがにあれなんで。そうだね。まあね、違和感あったと思いますけども。何これ、甘すぎだろこれ。ちょっと今まで担いでたんで。じゃあプレゼントボックス、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、開けてください。お、お、お、おえー、なんか寂しいと思うから、なんか家で寂しいだから。じゃあ持ってきますね。オッケー、ナイス。はい、次次次ね。まだ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 ある。はい、はい、はい。やばすぎだろ。やっぱもうちょっとおしゃれしないといけない。そうだね、そうだね、めちゃくちゃおしゃれ。めちゃくちゃおしゃれ。今もトレンド、まあ、これトレンドで。そうだね、いいね、いいね、いいね。で次ね、これ衝撃。これ一番いい。香りは、香りは、まあやっぱ冬だと、やっぱ一軒家とかだとね。あーね、寒いから、そうそうそう、ユースケンチ、寒いからね。そうね。お、いい、はい、いいね、いいね、いいね、似合ってる。めっちゃ似合ってる。まあ、可愛いね。可愛いね。いいね。えぐ、これ。まあちょっと今日暑いのよ。まだね、まだね。え、次は最後もえぐいってこれ。うわー、可愛い。いいな。これえぐいって。欲しいな。欲しいなぁ。でっかい。サイズの2倍ぐらいある。マジ。これぐらい余りある。27年ぐらいでそれ。そうね。正直欲しい。いやもう、そうだね。もらいたいレベルですね。なんか前いいなぁ。ね、マジでいいな。俺も。いいなぁ。俺も欲しいな。10円ぐらいで譲ってよ。ありがとう。いいな、このセット。ジム行くときそれで行ってほしい。そうだね。帰りはそのサンダルで。涼しいから、やっぱ走ると汗かきますからね。そうだ、そう、マジでスリッパこれで帰ります。オッケー、よしよしよし、ありがとう。オッケー、お願いします。じゃあケーキ食べようか。そうね。はい、皆さん、奇跡がありました。なんか去年のサプライズパーティーに同じ服。マジで同じ服。あれか、この前サプライズで俺と大塚喧嘩しちゃう。そう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 、喧嘩ドッキリ。そう、喧嘩ドッキリでこの服。そう、今日もこの服。マジで喧嘩ドッキリかなりおもろいから。そうそう、ドッキリ向けの服みたいな。ちゃんと概念覚えてきよ。それとしかドッキリかなと思ったらそれ着てきた。ドッキリ、あ、今日ドッキリだわざとね。付き合い入ってんな。これできたらいつもドッキリしてる。そういうことか。そう、じゃあ毎日着ようかな。毎日なんかもらえる。毎日髪生臭くなる。なんかもらえる。オッケー。ボートンクエニャ、ボートンクエニャ、ボートンクエニャ、スカランドガ、スカランドガ、スカランドガ。溶ける溶ける。いきます。オッケー。エブリデイ。イエーイ。ウー。ナイス。え？よー。皆さんこの顔見て、真剣な顔。
よっしゃーよっしゃーきれいきれいナイスナイスナイスはい、いただきまーす。どうだった感想は。いやびっくりした、まさかあの場所から来たわしかもこんな大人数がびっくりしたわ。22歳になりましたということで、はい、今年の目標を、今年の目標か、はい、まあまず一つは無事卒業する。あそうね、大事ですね。いただきます。いただきます。ここではうまうまうん、おいしい。目標はじゃあ一つはね、うん、まあまあ彼女を作るとおいいで、もう一つはまあ自分の目標をはっきりさせるっていうか、これはね、これはね、これ目標はっきり、これは違う。目標が目標をはっきりさせる。なるね。大事かもしれない、うんうん。難しい数学の問題みたいになってるね。じゃあ僕解いてくれ。どうぞお願いします。じゃあインスタフォロワー何人？あ、そうね、インスタのフォロワーじゃあ。今年で1ミリオン、うん、1ミリオン、ということで、まあ、インスタをね、まあ、動かしていきたいと思うので、1ミリオン、まあ、皆さんフォローお願いしますということでインドネシア語はどれくらい話せるの。あ、そうね、インドネシア語に関してはまあ、前インスタライブやったんだけど、うんうん、まあ、まず全然理解できなかった、聞き取れなかったと。なんで、まあ、あのニュースとか、うん、まあ、そういうサイトとかあるから、うん、そういうのをまあできるだけ聞いたりして、まあリスニングできるように。マジでリスニングだよね、うん、難しいよね、うん、本当に難しかったからね、少しでもね話せるようになれば、うん、頑張ってください。頑張って頑張って。じゃあこれ最後。お、うん、オーケー、オーケーです。どうぞ一口押し込め、いけいけ来年の目標それ食べれるよね。そうです同じケーキ買うから同じ服同じで、ケーキ同じ、服同じ、うまい。 OK OK イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うまかった。はい、皆さんそれじゃ見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録シェアお願いします。お願いします。じゃあまたね、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